ですね、前回中国の王朝の整理をやってきたんですけども、まあ、王朝を やるときにやっぱり一番結構大事になるのは都なんですよね。で、その都の場所、いわゆる中国の都市の場所をしっかり確認をしておくと、まあ、王朝の整理というのは少し楽になると思います。まあ、一応前提としてはですね、前回、王朝をしっかり、最初から真まで整理をした段階で、じゃあちょっと都市の場所を確認しておきましょうということで、その引き続きの講習になります。まあ、皆さん、授業で配られたプリント、地図プリントでもいいんですが、まあ、地図っていうのは一番は、白紙にそのまま書けるようになると、自分で書くと一番勉強になりますから、まあ、何でもいいですので、もう裏紙でもノートでも、何でもいいので、まずこれを、しっかり書いてもらって、そこに都市を追加していきながら、簡単に振り返ってみようというふうに思います。で、まずですね、どの地域でも同じなんですが、私は地図をやるときには必ずその川を最初に確認します。メソポタミアだったらティグリス・ユーフラテスだし、エジプトのナイル川もそうだし、インドだったらインダス・ガンジス、で同じように、中国もやっぱり川がすごく大事になると思います。で、中国の場合圧倒的にも2つのこの川なんですよね。まあ1つ、北に流れる この黄河と、南に流れている、長江、この2つが分からないと厳しいですよ。やっぱりこの2つがまず長江、と黄河の南北の日本の大河、ここを前提にして、押さえておかなきゃいけないと思います。で、いくつか追加しておくと、やっぱり中国史で考えた時に、この黄河の黄河って独特のこの流れをしてるじゃないですか。まあ、これスタンドバトルね、南の方に流れる場合も時代的にはあるんですよ。まあ、洪水なんかですね。で、この膨らんでいる、まあ、ウォルドスっていうんですが、この膨らんでいるところの、この黄河の支流に当たるところ、ここを渭水というふうに言います。まあ、渭水盆地っていうふうに教科書出てきたと思うんですが、この渭水をしっかり覚えておくことがまず大事です。で、あとは、黄河と長江のこの間のところに、ちょっとスペースが違ったかな。ワイガーという川があります。まあ、ワイ水でもいいんですけども、このワイガーというのは、中国を南北に分ける川なんですね。あんまり出ることはないんです、実は。だから、押さえておくといいかなと思います。で、最後、ここのところに南の方に流れている、これはこう、有名なデルタ地帯ですけども、ここのところ、樹江という川があるんですが、これはあんま出ないですね。上智で出たことありますけども、基本的には黄河、長江に、まあ、渭水は絶対、で、プラス Y が、これがまず第一、前段階、かなというふうに思います。で、ここで中国の地図をやるときに、まあ、都市を押さえていくんですけど、都市はですね、まあ、これね、絶対ここから入った方がいいっていうのがあるんですよ、1個。で、一応、地図には、現在の都市名で書いていきます。ただし、やっぱ中国史って王朝ごとにこう、同じ都市なんだけど、名前が変わる、あるじゃないですか。それを、ちょっと触れながらですね、いきますが、まあ、自分の地図上には、現在名で書いていきます。皆さんでも手元にあるものには、当時の地名っていうのを、同じ都市なんだけど、時代によって、名前が変わるっていうのを加えておくのはね、いいと思いますね。で、私はですね、中国の都市をやる上で、絶対に最初にやるのは、この渭水流域のこの場所なんですよね。ここから入ります。で、まあ、ここは、時代によって名前が変わってるところなんですが、現在の名前で言うと、ここが、西安に当たります。そうなん、教科書の最初に出てくるとなると、まあ、州の後継かな。あれが最初ですかね。もちろん全く同じ場所じゃないんですよ。ただし、テストなんかではこの西安と後継、後継の場所は現在の西安の場所ということでもいいし、あとは前漢の長安。これも若干今の場所とはずれてるんですよね。飛行機でね、西安に行くとね、途中で、市街地に行く途中に、長安、前漢時代の長安通りますけども、西安というのは、あとは隋の大工場。これが起源ですね。隋の大工場からこの町、現在の町で発展をしてます。あとは、もちろん唐の長安ですけども、ここが多分基本です。で、秦の咸陽っていうのはどこにあるかっていうと、これ台湾なんだよね。だいたいね、バスで20分くらいになります。
秦の始皇帝の関羽は王宮なんかがあったところですけど、この関羽と西安のすぐ対岸にありまして、だから兵馬俑なんか見に行くときはこの西安に旅行に行く場合が多いですね。で、生徒が、この中国史の初心者がですね、中国の地図問題で絶対間違えるのはね、こう西安と、洛陽の位置関係なんですよ。で、洛陽っていうのは、黄河の渭水じゃなくて、まあ、本流の、まあ、ちょい南なんですかね、本当はね。本流のところに洛陽はあります。だから中国史で最初に地図で確認しなきゃいけないなと思ったら、この西安と洛陽の位置関係、西の西安、東の方の洛陽、ここから押さえておくのがまず間違いないと思います。で、この西安、洛陽と来た時に、まあ、黄河流域でもう一個押さえなきゃいけないところがあるんですね。で、これどこかというと、これは何もいいかな。何でもいいんですけど、どうしようかな。オレンジ色かなんかしようかな。隋の煬帝が作った、大運河ってあるじゃないですか。で、この大運河を押さえながら、もう一つの黄河流域の都市を見ていきたいと思うんですけども、大運河っていうのはですね、まあ、中国を南北に、分けるんですが、その北端と南端が大事です。で、南端はどこかというと、ここです。で、ここから、まあ、ちょっともう湖があるんで、5歳分けて、で、ワイガンにぶつかって、で、こう西の方に行って、で、さらに、こっから黄河よりも北の方に行くんですね。だから、これ、国連生のために、物資輸送するために、これ、A サイトって伸ばしたんですけども、ここが大体こう、北の方に伸びて、いきます。A サイトがあって、まあ、こう、2サイトですね。で、ワイガとぶつかって、長江とぶつかって、長江もちょっと越えて、ここまで行きます。で、押さえておかなきゃいけないのは、北端と、交わるところ、黄河と大運河の合流地点。まあ、詳しい人はこれだけでもう、都市の名前わかっちゃいますかね。そして、南端。この3つの箇所を押さえておきたいと思います。で、まず、黄河とこの大運河の第5合流地点。まあ、大運河もね、こう時代によっても実は若干この流れでもちょっと違うんですけど、ここがですね、海溝です。で、この海溝というのは、まあ、弁慶というふうに言う場合もありますけども、高陵の主戦中が最初に都を置きまして、なんといっても、北宋の調教員ですね。大佐調教員が都を置いて、黄河と大運河の合流地点っていうふうな、そのヒントでも絶対海溝と分かんなければいけません。で、だからまず、西安、洛陽、海溝、この黄河流域の3つの町、都市の位置関係が、多分中国の都市をやる上では、最初に押さえておくべき内容だと思います。では、じゃあ北端と南端見ていきましょう。北端はですね、まあ、これはもう、有名な都市ですが、北京です。当時は卓軍とか言ったかな、って名前で、都市として出てくるのはですね、そうだな、もともとは戦国の四柱の縁があったのがここですよね。だから今、燕という字、縁という字は、それだけで北京を指します。で、あとは、それで言うと縁慶ですね。中都縁慶、金の時代の都、後期の都ですけども、あとは、なんといっても、元の大都ですね。この大都が北京の元だと思います。で、この大都が、後に、明の永楽帝の時代に、北平がこう北京と改称されて、あとはもうずっと明、清、あとは現在の中華人民共和国と首都のままですね。で、一方南端にあるのがですね、ここです。広州ですね。ちょっと字汚いな、ちょっと私字汚いんですよ。杭の方の広州、紀平の方の広州です。で、この広州が、まあ、南宋時代には臨安というふうに呼ばれましたけども、ここが大運河の南端でして、だから、宋っていうのは北宋の海溝、南宋の広州と両方大運河に面してるんですね。まあ、これは経済が非常に活発だった時代ですから、そういった意味でも交通の要衝を抑えたというのはあるかもしれません。で、ここでまたですね、長江というか、この江南地域で、受験生がよく間違える都市の、間違えるところなんですけども、南京と間違えるんですね。で、広州はここなんですが、南京ってね、実は、面してないんですよ、大運河には。これ港ですらないんだよね。
これね、俺受験生も何度か間違えたかと思うんだけど、南京を港だと思ってる人結構いますよね。大運河の南端と思ってる人はあんまりいないんですけども、南京を港だと思ってる人結構いて、港じゃない、海に面してないから、あの長江流域の大都市です。で、この南京というのは、あの中国史でいうと、まあ名前が変わる町ですよね。呉の建業、あとは東晋宗正両鎮の建国で、最近ちょっと名前があったんですけど、明の時代には当初金領でしたね。それから南京に変わって、まあおまけで言うと、まあこれ3年じゃないとやらないですけども、あの太平天国の時代に天慶という名前でもありました。まあそれぐらい、非常に重要な町ですが、まあ、大運河よりもちょっと西側にあった長江流域の都市です。これが南京。で、あと上海なんか出てくるんですけども、これはまた後でね、近現代のところでやりたいと思います。で、もう一つ、この広州とよく間違えるのが広州だね。あの、漢字が違うということで、広い方の広州はどこかというと、こちら側です。南の方に、あります。南の方のこの広州と、この杭の方の広州、これ同じ広州ですが、まあ、全然違う町ですので、区別をしなきゃいけない。で、センター、まあ、次が強調ですけども、そのレベルだとね、あの、正直、広州と、あと、マカオ、香港っていうのは、ほぼ同じ場所で、大丈夫です。ただし、やっぱ南関だとそこ区別しなきゃいけないですね。広州の、この三角形、切り込みがありまして、この切り込みの、西側の方にポルトガル領のマカオがあります。で、まあ本当はここだけで、時代的にはいいんですが、まあ近現代史を考えた時にやっぱり香港を抑えることができないですから、香港こっち側ですね。南海が来る場合はですね、この広州マカオ香港の位置関係、多分ねこれね、簡単な、そんなに難しくない問題だったらドーンと一箇所でこう記号がついていて、区別の必要ないと思うんですが、まあ南海の上だったらね、ここ区別しておきたいですよね。であとは今ちょっと忘れました、台湾書かなきゃいけないんですね。台湾はまあこの辺にこうあるわけですけど、台湾もうちょっと離れてるかな、台湾を軸にしてもう一つ押さえておかなきゃいけない都市があります。それがね、ちょうど台湾の台南にあるところで、この町です。名前は知ってる人が多いんですが、場所を聞かれると困ってしまう泉州ですね。で、泉州というのは、宋代に市白市が置かれました。まあ、市白市は唐の時代の広州が一番最初ですけども、市白市が置かれたんですが、市白市というのはこっちも何時か。この中国史見た時にさ、こう二つ切り込みがありますよね。で、上の切り込みのところからに、長江が流れてるんですが、南の方の切り込みのところに杭の広州があります。で、そこから東の方に行ったところにですね、寧波という町があります。当時は、宋代には明るいの州で、明州というふうにも言いましたけども、ちょっと現在文で書いてますので、この寧波があって、これなんかもう全部市白市が置かれた場所ですね。ただし、泉州が出るのは、やっぱり元です。わかると思うんですが、マルコポーロの世界の技術に、この泉州を称して、まあ、世界一の港、ザイトンというふうに言われますね。このザイトンの場所はどこですか、地図上の記号で答えなさいって言ったら、台湾の反対側、ところにしとけばいいです。まあ、これ、近現代、南関大向けだと、まあ、福州、アモイ、これのところも押さえておく必要がありますが、まあ、まずは基本ですから、この泉州の場所だけは押さえておきたいですね。あとはね、そうだな、近現代入れていけば、まあ、もちろん上海入れて、天津入れて、まあ、あと、イカイエルとか、チンタとかありますけども、まあ、これ、2年生だったらまだこれ、そこまで行ってないと思うんで、1箇所押さえるとしたら、そうですね、ここから、北魏の初期の都、平城ですね。それね、結構地図で分かってない人多いんですが、これ、覚え方ありまして、この、黄河の独特の流れがあるじゃないですか。この上の膨らんでるところから、このまっすぐ行くんですよ。でん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 。で、洛陽から、この黄河の流れに沿って、だいたい平行でこう上げていくんですよ。そうするとね、この場所、ここがですね、平城港です。で、一応まあ今現在名で書くっていうルールでやってますので、まあ現在は三聖省大洋ですね。ただしまあ、平城という名前の方が、まず入試には出ると思います。だから、こういうの開発政策って、大道、平城から楽よりこう、南下してるんですね。ほぼ、真南
ちょっとラグドが西ですけど、まあ、南にこう降りてるっていうイメージだと思います。あとはそうですね、まあ、ちょっとマニアックなところでここは差がつくところだと思いますが、聖火の光景、光景ですね、この辺のところは漢字がちょっと皆さん自分で書いてください、難しいですが、ちょっとここのところが、ね、差がつくところかなと思います。そんなところですかね、まあ、あとは陽州かな、この場所にありますし、あとはちょっと最近、話題になっている武漢ですね。武漢はこの辺ですね、まあ、これは近現代史ですので、辛亥革命行った時にやりますけども、そんなところかなというふうに思います。まずは中国史苦手な人、地図はね差がつきますよ。中国都市をしっかり押さえたいなと思ったら、まず基本ここまでのところを白地図でこう練習、白地図とかもしくは自分で書いて練習しておくと中国史結構強くなると思います。頑張ってください。